一日お疲れ様です。前髪ピンで止めとったけん飛んでいってる。前髪が戻っておいで。よいしょ。みなこんばんは。夜配信です。これマフラー？これマフラーに見えた？これマフラー？マフラーじゃなくて、これはブランケットだよ。なんかさ、めっちゃ可愛い。クロミちゃんカラーの、クロミちゃんカラーのチェックのブランケットです。ですです。可愛いやろ。いいやろ。いい感じ。あ、なんか待って、こうか。いい感じじゃろう。こんばんは。お昼は室内ラブ配信ありがとうございました。1位率がね、20.70%とかになっとった。ちょっとね、一律 25% も夢じゃない夢じゃないかも。こんばんは。ハート、みんなありがとう。天下海さん、今年も大好きだよ。ありがとう。ゆうのくん、あきおめん。なこみくふなかたさん、あきおめん。しげさん、あきおめん。のりともさん、あきらさん、ありがとう。かるかんさん、あきおめん。山勝さん、ミラボー、ありがとう。うわんさん、おぎ。金色キングさん、おぎ。ハトさん、あきおめん。ゆってさん、あきおめん。ちとくさん、鏡もっち、ありがとう。なつちゃん、ここばん。銀色金魚さん、ハートン。せいさん、ハートン。あけおめてーす。かわさん、ありがとう。ハート、たけださん。こがらすまじさん、山の山さん、せいやん。無職パーマンさん。かもさん、あけおめ、あけおめ。かずやん、あけおめ。皆さんこんばんは。今日はね、お昼からね、はなちゃんとねお散歩してきました。そしたらさ、なんかはなちゃんがね、すんごいね、草むらにね突き進んでいくんですよ。で、なんかもじょ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 しよってさ、はなちゃんって、奥までね、草むらの奥まで行くけんさ、はなちゃんって言ってさ、呼んでね、呼び戻したらねマジで面白いの。はなちゃんのね、顔にさ、もうびっしりさ、あのひっつき虫がさついとってさ、嘘じゃろーってなった。そう、ひっつき虫の季節。こんばんは。すごい、1位率 25.1%。 こんばんはでーす。もうさ、ひっつき虫がさ、もうぶわーってはなちゃんの毛さ、ふわふわやけんさ、もうえーってぐらいついとって
しかもなんかさ、くっつき虫っていろんなタイプあるじゃないですか。あの豆の形したくっつき虫とさ、なんか細長い種みたいな形しとるくっつき虫。今日はるちゃんにいっぱいくっついとったのが、その細長いあのなんか種みたいなやつがブワーってついとって、え、そう、私にはつかなかったんよ。そう、私さ、今日あのズボン、あのキティちゃんのジャージを履いとうけんさ、ズボン、そう、その生地はくっつかんかったんよ。しかもはなちゃんがこうフン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 ってフン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 ってさ、あの突き進んでてこう草むらの中を探り寄った顔だけびっしりついてた。あ、意外がなタイプもあるよね。わかるわかる。ダニもおるから気をつけんとね。そうね、そうね。でもちゃんとね、多分薬をなんかあのダニ除けみたいなのしておけ、多分大丈夫と思う。こんばんは。そう、細長いやつくっつくと、そう、払っても取れんけん、こう一個ずつね、ピッピッって取らんにゃね、あれなんよ細長いやつくひっつくと払ってもなかなか取れない。そうそうそう、取れんのよ。かわいいストライプの星のセーター、そうだよ、星のセーターです。テリー今日はテリーです。写真で笑かしてほしかった。写真ね、撮っちょらんわ。うちにおった猫もいっぱい種つけて帰ってきたことある、ね、めっちゃさ、くっつけて帰ってくるよね。しかもさ、多分さ、それにさ、はなちゃんは気づいとらんけんさ、お母さんとさ二人でさ、えへーって笑いよったら、んんってんってしとった。あ、え、泥棒って言ってましたって、くっつき虫のことってこと。あれを考え、あれを見てマジックテープを考えた人がいる。おお、くっつき虫の、くっつき虫と、確かにマジックテープってくっつき虫みたいに、だってついとるもんね、チクチクしとるやつ。もうはなちゃんはお眠、そう、お眠です。もうぐっすり、もうね、帰ってきたらね、なんかね、今日ね、すごいんよ、なんか今日超甘えん坊モードでさ、いつもやったらさ、自分のね、自分のはなちゃんのね、バナナのね、バナナの形のはなちゃんのね、ベッドがあって、いつもそこでね寝るんですけど、今日さ、お散歩から帰ってきたらさ、そう、私がソファーに座ってたらね、はなちゃんがね、超ね、積極的にさ、なんか私のところにさ来てさ、どうしたはなちゃんって言ってから、そう、膝の、私がさ、でも絶対来てくれんと思うけどさ、膝の上来る、はなちゃん膝でゴロするかいって言って、ね、言ったらね、本当に膝のとこ来てさ、なんか一旦私をめっちゃ見てさ、じーってこっち見るんよ、ゴロンしいね、はなちゃんって言ったらね、ゴロンしたの、あっ、チューチューを差し上げますチューキチーケンケンさん、ありがとう、おみくじ開運、あっ、大吉大好きだよを差し上げますジョージさん、おみくじ開運開運、ありがとう。ケンケンさん、スーパーニモさん、リッチャさん、あけおめです。ケンケンパンさん、ココア、ケイくん、あきょめん、あーちゃん、きょめん。やばい、もう本当にかわいすぎて。しかもさ、え、なんかね、いつもはね、私とゴロンするときはここにこうなんか腕枕をして、はなちゃんが寝るとかなんよ。今日初めて、あの、私の膝の上に乗っかって、はなちゃんがで、ここに腕枕っていう、もう私がもうはなちゃんを包み込むスタイルで
なんか今日はなちゃんがねベタベタベタにベタベタにベタベタにベタにベッタリやけんさ、超甘えん坊さんやけんどうしたってなった。そう、かわいすぎる、どうしよう、もう帰るときはなちゃんロスで苦しくてやっちょられんかもしれん、どうしよう。逆にはなちゃんも私ロスでやってけんくなるかもしれんなぁかわいいね、かわいいよな、結婚してありがとう。はい、キーさん、くまちゃん、ありがとう。あ、すごい、え、インスタにさ、あげた写真でさ、すごいね、あれ、あれで竜王山ってわかりましたか。そう、 STU の花は誰のものの MV でも出てきた竜王山、竜王山にね散歩しに行ったんですよ。今日じゃないんですけどね、竜王山でに散歩に行った時の写真をね、さっきね、あのインスタで投稿しました。くーちゃんもおるよ、もうくーちゃんもね一緒にいっぱい遊んだ。でもね、くーちゃんね、なんかね写真撮ろうとするとね逃げるんですわ。いっぱい写真撮ろうと試みたんやけど、髪切ってないよ、結んでまーす。そう、眺めがいいですね、竜王山、街を一望できます。はやちゃんがお家でなっちゃん探したりするのかと思うと、あーやばい、はやちゃんロス巻き起こしちゃう。そう、くーちゃん、くーちゃんね、私が帰ってくるとすんごいね言葉数が多くなるらしい。お母さんが言いよった、えみたいな、今日すっごいくーちゃん喋るんじゃけど。でもね、なんかね、くーちゃんのねお家の近くでね、はなちゃんをねギューってしよったらね、上からくーちゃんこうやって見ながらね、こちゃこちゃこちゃって言ってくるんよやけん、くーちゃんかわいいねーって、後で遊ぼうねーって、かわいい、マジでほんまにうちの動物はかわいいですわこんばんは、たのびん、なべちゃん目が大きいね、ありがとうございます。みんなのこと見てますねそう、くーちゃん実は嫉妬しとるんかなって思うとなんか可愛すぎてちょっとやばいですわ。でもくーちゃんね、あれなんですよね、あのはなちゃんがお外に出てるときはくーちゃんをお家の中で話して遊ぶんですけど、くーちゃんは逆に恥ずかしがり屋さんで、私が近づくと逃げていくんですよそこの距離感をうまく攻めていきたいんやけどな。涙袋綺麗ですよ、ほんま。なんかこういうさ、なんかあのがっつりメイクじゃなくてささっとメイクした時の方がうまくいくのはなぜなぜ。こんばんは、竜王山まだ行ったことないんやって。うぬさんがイモスでお料理イベントやったっけ。え、そうなん、そうなん、冬だとくーちゃんの毛並みも違う。うん、ちょっとほわっとする。夏はねシュッてしますね、くーちゃん。メイクの濃さより顔の濃さが強い説、あーなんとか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 の星になってますけど、わーって星になってますけど。お、インコ大好きなママンがくーちゃんの話にとても興味を示してる。お、嬉しい、私のお母さんと真逆だね。私のお母さんめちゃめちゃ鳥全般苦手なんですよ、鳥全般
だけどね、なんかね、一番さ、一番お母さんが好かれてるんだよね、くーちゃんに。くーちゃんをお家の中で話すと絶対にまずお母さんにめがけて飛んでいくんですよ。でもお母さんもこうやっていやーって嫌がるんです。でも結構慣れてきた方、ちょっとあの手とかに乗せれるようになったんですよね最近。でもね、私はね、あれなんです、めっちゃ目がゴロゴロする。そうそう、あのね、お父さんがめっちゃね、インコというか鳥が好きで、多分私はその血筋を受け継いでる。そうそう、手にご飯とか乗せてこうやって食べさせるのめっちゃ可愛いんですよ。なんか鳥ってさ、ツツツツツツってしながら食べるんよ。可愛いじゃろ。そう、お父さんはなんか小さい頃お家でオカメインコ買っとったらしい。やけん鳥は鳥の育て方を知っとるよ。こんばんは。でもね、お母さんが一番くーちゃんに気に入られとるんです。なんかこうお家で飛んどるときに、こう誰のところに泊まろうかってくーちゃんが考えながら飛びよんよ。で絶対お母さんのところに行く。インコのまつげかわいい。わかるね、インコってね、まつげ生えてるの知ってる？みんな。てかなんか動物全般そうなんだけど、動物の目をじーっと見てみてほしい。めっちゃまつげ生えとって可愛いんよ。インコってまつげパチパチなんです。犬もだけど。こんばんは。え、福岡に住んでるいとこがインコ引くほど飼ってるから、今度一緒に行こうねって。やばっ、いいね。なんかちょっとなんかインコランドみたいなの開いてや。私行きたいんですよ。なんかそう、なんか花鳥園とかさ、花鳥園とか行くと、なんかそう、なんかこうネットのさ、ネットハウスみたいな、ビニールハウスならなんかネットハウスみたいなところにさ、そういっぱいインコがいて、なんかこう入ったらもうバーってインコが寄ってきて肩にいっぱい乗るみたいな、なんかマジでそれ、なんかもう両手こうやってティーってした時に、もうここに全部びっしりこうインコをもうこうさ、こうもう頭からこう手までビヨーンってティーってやった時に、全部ここにインコを乗っけたい。っていう夢がある。手にご飯を乗せてインコを食べちゃダメ、それはダメ。ワンコと見つめ合っても絶対目そらすよなーって。あー、いやでもね、なんかね、だんだん目合わせてくれる時間増えるよ、これ頑張ったら。本当に花ちゃんとね、もうね、最近でずっとにらめっこしようよ、こうやってどっちが目先に目そらすか。花ちゃんってこんばんは。え、そうそうそう、あのインコとかはね、あのね、なんかね、あの そうインコってインコってそう、うんちっちがね、うんちっちのねタイミングがね、なんかね、本当に予想だにせんタイミングでね、プリッてされるけんね。そう、気をつけんにゃん。あの黒の服とか着とったら、黒い服とか真っ白な服とか着とると時はもうよう見ちょかんにゃいけん。突然に来るよ、プリッてするんよ。こんばんは。減るよ
ゃんさん300回目の訪問ありがとうございます。ありがとう。めっちゃ目がゴロゴロする。右目になんかが。こんばんは。そうプリッてする。そろそろ約束の写真。約束の写真はちょっともうちょっと後で。もうちょっと後で。ちょっとやおいのだと。でもなんかさ、鳥ってさ食べてるものがなんかヘルシーなものばっかだから超健康そう。かわいい。それってインコちゃんの話かな。スーパーにもさん食べてる時に美味しいって言うと人が食べてる時に美味しいって言うようになって可愛いって。待って、それ覚えさせる絶対に。え、こうやって手に乗っけてご飯大切だから美味しいって聞いたらいいってこと。ちょっとやる。それは、え、それはちょっと覚えさせたい。可愛すぎる。幸せすぎる。それは。緑のお尻さんこんばんは。こんばんは。始めまして。それは可愛い。やってみよう。絶対にします。でで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 ルル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 ルこんばんは。試験でーすって。はじめまして。そう、今日の夜配信では昨日みんなに見せるって言って忘れてた成人式の時の私の写真を見せたいと思います。いやー、我ながらね、いい写真ですわ。お、アプリも初心者ですって。お、ショールーム。ショールーム始めたての方ですか。すごい、見に来てくれてありがとうございます。え、なんかみんなに聞きたい。みんなはさ、どっち派だったの？成人式はスーツ派か。スーツ派か、袴だよね。スーツ派か、袴派か。こんばんは。お話し会の二次受付が始まりましたよ。待ってまーす。ふうさんと並んでた緑の和服って。いや、緑のね、和服じゃなくて、あのもう一つのお母さんの、あの代々今受け継いでるお母さんの振袖を着たやつです。おー、みんなスーツが多いね。スーツが多いんだね。袴はめんどいからスーツです。スーツでした。出てません。はははこんばんは。袴は着や、え、でもさえ、おらんの？おらんの？私の配信の中でさ、おらんの？あの毎年あのかっちょいい人たち。やっぱりヤンキーみたいな、こう袴やったな、僕は面接受けに来たみたいなスーツ。やっぱスーツの人が多いんか。治安悪い人は袴って
でもさ、なんか楽しそうじゃない？私がもしスーツか袴を選ぶんじゃーって言われたら袴で行きまーす。なんならもうあれってさ、なんかみんなさ、なんか名前の旗とか掲げちゃうよね。渡辺夏希みたいな、よろしくよみたいな、やってみたいもん。でも多分やってみたいとか言いながらもちょっとチキっちゃって、あのスーツで行くタイプの人やな。スーツです。みんなほぼっていうかみんなスーツだね。肩に通って覗き込みに美味しいと言いま、かわいい。ガチのお坊さんの子がお坊さんの格好できてた。すごっ、買っちゃうよ。沖縄もすごいん？ド派手なん？でもなんか、なんかやっぱり成人の日にさ、こうなんかトレンドになっとるさ、ツイートとかって回ってくるじゃん、タイムラインに回ってくるじゃん。でもなんか60万かけましたみたいなやつが回ってきて、うおーすごいと思って、すごいじゃんって思って。こんばんは。成人式ツインテールしたかったけどチキってできなかった。その分卒業式の袴はツインテールした。いいね、そうだよね。卒業式でまた袴着れるタイミングがあるもんね。私は卒業式で袴を着なかったけど、生写真撮影とかで袴を着るタイミングが何度かあって、すごい嬉しいです。卒業式ね、卒業式に袴を着るってことはなかったので。こっちだと川崎や横須賀は派手で有名。ほう、なんとかイアンとか丸様がトレンドに、なんじゃそれ。こんばんは、パラビでーす。購入したツーショットデータがミートパスに反映したけど、買いすぎたわ。ラブ注入してよ。もちろんさ。仕事とはいえね、嬉しい、本当に。いろんなお洋服着れるの嬉しいし。犬やしゃ殺生丸。でもなんか私、成人式の写真を前撮りというか後撮りしたんですよ。いや、前撮りなんかな、ギリ前撮りなんかな。いや、成人式の、あ、式の本当に直前、成人式のその式がある直前に撮ったんですよ。だから超ギリギリ前撮り。成人式に行った時の私だね。懐かしいです。T シャツ袴お坊さんホストみたいなスーツがいたな。個性がすごかった。え、すごっ。なんかもう私たちの地域はもう普通にみんなスーツとかだったな。袴の人いたのかな、ちょっと分かんなかったや。こんばんは。大阪のツーショットはハートポーズ流行りそう。いけないのでみんな楽しみにしてます。え、これやろうね、みんな。あのアクリル
アクスタか、アクスタ騎士団みたいな人いました。いなかったですね。みんな、なんかなんかさ、なんかおるやん、おるやんか。なんか絶対さ、学生時代にさ、あ、絶対この人成人式はさ袴で来るっぽいなみたいな人っぽいなって予想しとった人がみんな落ち着いちゃって、スーツだったみんな落ち着いちゃってましたね。はい、絶対この人成人式袴で来る感じじゃろうって思っちゃったら、そう、めっちゃ背中合わせ、新しい、いいね、こうやってしましょう。今のとこグリコとラブ注入ポーズの2つ決定で、え、じゃあビリケンさんポーズもしましょう。ビリケンさん、私もそのポーズしたい。広島ですよ、行けるように調整中です、待ってます。広島でもしよおねん。お、くももさん成人式の写真みたいです。この後見せまーすそう、昨日見せようと思ったのにね、昨日ね忘れちゃったんよ。こんばんは宇宙服かドナルドかカーネル・サンダースで成人式行きたかったなって。うわー、あー、でもなんかいいな、宇宙服とかおもろいな。でもさ、カーネル・サンダースはギリいけそうじゃない？ギリちょっとちょっと奇抜なスーツ着とるやんぐらいでバレなそうえ、やってみてほしい、誰かこれから成人迎える人、カーネル・サンダースの服装で成人式突入してみたら、何人にカーネル・サンダースだって気づかれるかーみたいな。こんばんは。お、気合の、昨日は気合の入った格好の若者を何人かお乗せしましたって。おお、すごい、いいね、いいね。来賓有名人でしたかって。うわ、え、待って、うわ、うわ、何やったやろ。え、でもなんかさ、あれだよ、 X で見てなんかバズっとったの、なんか広島の成人式のさメッセージがさ、なんかあれじゃったくない、福くんみたいなでも福くんまだ20歳なってないよね。なんかそうやけん、年下にお祝いのメッセージをもらうみたいな、なんか謎のあれやったらしいよ覚えとらんわ。あ、コナンくんの服もいけます。こんばんは。あ、広瀬美恵圭さん、こんばんは。キツネポーズ、なんじゃそりゃ、教えてください。この大きいイチゴのケーキもマンホール食べたの、あはあのさっきあげたやつは、あれはあのケーキ、あれ本物のケーキじゃなくて、あの造花的な造ケーキなんですよ。え、待って、あの大阪のさ、あの道頓堀にさ飛び込む人知っとる、飛び込んだ人パーって、え、あの人やろうや道頓堀に飛び込む人のポーズ、めっちゃ綺麗な、芸術点高い、こうみんな予習しとってね。サッカー銅メダリストしておって、すごっ。来賓は国会議員さんいたよ、すごっ。覚えちょらんわ。マリーナさん、マリーナさん山口帰っちゃったん。え、そうそう、なんか福くん広島市のだった気がする、調べよう、広島市、え、でもさ福くんって広島出身
なんかしかも広島出身じゃないポーズで、ないポーズ、ないポーズじゃなくて なかったらしいやん。え、福君って関係ないんやろ、なんか広島出身とかじゃないみたいな、なんかカープ好きが高じてみたいな、なんか広島市の成人式のね、カープファン代表やろ。え、え、ね、3日前さ、え、3日前福くんが本通りあるね広島福くんって調べたらすごいんやけど、福くんが本通り歩いとるんじゃけど、え、みんな出会ったりせんかった？めっちゃなんか調べたら福くん広島って調べたら本通り、福くんが本通り歩いてる映像出てきたんやけど、3日前、どういう、やばい、すごい、なんかしかもなんかあれっぽいよ、なんかゴルフの、ゴルフのなんか宣伝みたいな感じ、すごっ、福くんめっちゃ、てかすごい、めっちゃ見覚えのある、めっちゃ見覚えのある景色に福くんが歩いとんやけど、えー、すごい、面白い、本通り歩いたら鈴木福くんがパレードしてた、だってすごっ、ステップゴルフ広島神谷町にて福くんのイベントがあったんだって、へえ、すごい、国内最大のゴルフスクール、すごい、歩いてたの気づかん自信ある、いや絶対これは気づくから、めっちゃ福くんだもんパレードやん、すごーい、福くん、福さんよ、もう福くんって呼んじゃいかんのよ、福さん、成人式の祝辞は成人する人たちが選んだんじゃね、うーん、ラランララララランラン、ラン、こんばんは、じゃあ30分になったらね、いろいろ、え、ちょっと待って、てか成人式の時の、成人式の時の写真ってどんなんやったんやろ、ちょっとそこにあるんですよね、見てみよう、ひろしみきけさんありがとう、ちょっと待って、アルバムなんかな、どっちだろう、よいしょー、ちょっとまず私が私が確認しますわ、
ちゃちゃんちゃ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 ん。いやなんかね、私のね、私の振り袖ね、なんかねあれなんよ、難しいんよ。なんか言葉で言い表すのが結構難しい系の色なんですよ。なんかね絶妙なカラーなんよね、今のさなんか振り袖とかにはない感じなんですよ。これアルバムの方だ。そう、言葉で言い表すのが難しいやつ、絶妙な。すごい。なんか恥ずかしいんじゃけど。ちょっと見せるの恥ずかしくなってきた。じゃあちょっともうちょっとしがらにしましょう。船の、そうそう、船で、あの時のさ、私はあれだよね、2021年のだったんか、2021年度ってこと、私成人式、懐かしい。緑でしたね、私。2021ですね。スティーブ・フォーテッド2021成人式。懐かしい。私2020年だから、あった21だね。え、待って。すごい。あ、今ちょっと見えた、ちょっと見えましたね、すごいわ。そう、船の前とかでも撮りましたね。でもこれはお家のやつです。これさ1枚だけさ撮って見せたいけどさ、もうこれくっついとるんだわ、ついとるんだわ。
すごい、なんか生写真みたい。え、待ってね、すごいんだけど、私のさ、私のさ、見て、ここにさ、ここにさ写っとるさ、ここにさ写っとるやつ、あのマリモみたいなやつおるんやけど、あの生誕祭の時に写っちゃったマリモみたいなやつ、生誕祭の時のやつがおる。すごい。え、こんな色なんよ。絶妙じゃない？可愛くない？とりあえずスクショしたってどういうことやねん。でもそんな写ってないでしょ。これを見越してのマリモ。え、なんかこれめっちゃ、これめっちゃ生写真みたいじゃない？これ、これ、これ、これ。これ。ちょ、こっちの主張が激しいんやけど、こっちの主張が激しいんやけどさ、見て、これめっちゃ、これめっちゃ。生写真みたい。生写真が生きてますね。すごい。これね、写真とか選ぶのはめっちゃ楽しかった。え、すごいよね。なんかじゃん、統一感がすごい。え、何枚、何枚あるんだこれ。すごい、 1,2,3,4,5,6,7,8。 すごい。こんな感じです。私の思い出の、思い出の成人式アルバムでした。でもね、このね、え、いっぱい、めっちゃいっぱい撮ってもらったんよ。なんかね、そう、でもね、ここの写真館も多分なくなるんじゃないかな。なんかここのね、建物がね、もうなくなっちゃうんだって。今年中かな、今年中にはなくなるらしくて。いや、でもね、一番ね、いい写真はね、あのね、リビングに飾ってあるやつなんですよ。ちょっとそれ持ってこようかな。いや、マジで、あのね、リビングに、リビングに額縁でドデンって飾っとるやつが、マジですんごい、なんか、すごい、いい写真なの。でもね、あれなんですよ、多分取りに行くのが大変。やけん、ちょっと明日とかの、明日とかの配信で見せますわ。えりすぐりの1枚アップでお願い。そこの写真館に飾られるレベルかな、レベルじゃなって。でももうね、なくなるんですよ。そう、ほら、子
このね、ここアナクラウンプラザホテルウベっていうところがなくなっちゃうんですの写真室ホワイトフォトスタジオでもなくなっちゃう。だから一生の思い出。3月とかまでなのかな。だから思い出の場所がね、そう、まあね、そうよね、何十年もしたらなくなりますわな。思い出のお写真でした。そうそうそう、結構さ、なんか私の成人式ドタバタで、なんかもう前撮りはもう諦めとったんよ。結構前にもうコロナ禍だったし、前撮りは諦めとって、落ち着いたらそう後撮りしようかねっていう話やったんやけど、そうちょうどなんか写真館が空きが出て、その成人式の当日に空きが出て、そう成人式行く前のちょっとあの結構ギリギリになるけど、ねじ込んだら撮れますよみたいな感じで、そう予定をねじ込んでもらってそう結構急遽だったんだけど、そう急遽だったんだけど、こんな素敵に撮っていただけてすごい嬉しかったです。ひるふみさん、あどん、こばちゃん、あけおめありがとう。え、すごい、私の前撮り撮ってくれたカメラマンさん、千穂ちゃんの写真撮ったことあるらしい。世間狭い。え、すごい、生写真かな、なんだろう、すごい、雑誌とかかな、雑誌のグラビアとかかな、すごい、見たいんじゃけどどんな写真撮れたんか。思い出の場所、思い出は、いや思い出って大事やなって思うでもさ、なんかお家にさ、いろんなさ、いろんな時代のさ家族の写真とか飾られとるじゃないですか。結構面白いよね。ここのさ、ここの部屋ね、実は私の部屋じゃなくて兄の部屋なんですよ。私の部屋はもうちょっとあの服とかを、みんなの服とかを置く部屋になっちゃっててあれなんですけど、この兄の部屋として、そうみんながそうみんながなんか自分の好きなことをする部屋です。そうやけんさ、お兄ちゃんのちっちゃい時の写真とか飾ってあるわけそことかにマジで可愛い悔しいけど、私のお兄ちゃんのちっちゃい時の写真マジで可愛いんよ。天使千穂さんの小さい時っぽいって、写真館のモデルとか、そう、すごあ、そうなっちゃん記念館みたいな感じになってますね。あのお家の階段のところにいろんな写真飾ってあったりするマジで私のお兄ちゃんの赤ちゃん子供時代の子ほど可愛い子を見たことがないなんか可愛いっていうか、
なんかあのもちもちしてて可愛いとかじゃなくて、なんかマジで余分なものがないんですよえみたいな、えみたいな、なんかすんごいすっとしとる赤ちゃんやなみたいな、すごいみたいな。こんばんは。男前な感じ。あ、でもね、なんかね、男前というか、なんかね、すごいね。いやでもね、私の赤ちゃんの時とお兄ちゃんの赤ちゃんの時を比べたら断然私の方が男の子っぽいあ、私の兄も激川だった、ずるいよねって。いやそう、いや平均的な顔、うん、なんて言えばいいんだろうな、そう、なんかただならぬ赤ちゃんじゃねえなみたいな感じ。自分も幼少期の頃は可愛かったらしい。え、やけんさ、私もさ、なんか幼少期の写真とか言ってさ出すやつさ、お兄ちゃんの幼少期の時の写真とすり替えて出したいぐらいじゃもんすり替えて出したいぐらい、バレんかもしんやなよさん、かわいい、ありがとう。ココハルさん、興味、そう、そこに飾ってある兄のちっちゃい時の写真はまだ髪の毛があんまり生え揃ってぐらいないぐらいちっちゃい時で、なんか後ろにでっかい祭りっていう超でかいうちわがあって、お兄ちゃんが8匹でなんか鉢巻き巻いて太鼓叩いてるっていう謎の構図の写真ですね。これ何なんやろ、子供の日とかかな、何記念に撮った写真なんか分からんけど、写真館で謎の構図で撮っとる写真、昔からあるけん何とも思わんかったけど結構謎かも祭りってうちわがドデーンって後ろに飾ってあって、なんかめっちゃ笑顔で太鼓叩いてる、しかもなんか白いファーの上に座って世界観謎。七五三かな、七五三の三ってこと、三歳かな、三歳の時、三歳ぐらいっぽそう、そうやね、三歳かな、そんな気がする。え、じゃあ私のさ、なんか私のちっちゃい時のなんか写真で飾ってあったのでめっちゃ覚えとるのが、なんかここになんかひまわり2個つけて、なんかひまわり2個つけてなんかちょっと海みたいな感じの背景というか、なんか海をこう想像させるような、なんかこうシャボン玉みたいな、なんかの中になんかこう上に2個ひまわりつけてピヨンってツインテールして、なんかゾウさんのジョール持ってはーみたいな笑っとるみたいな写真がなんかあったんやけど、それも七五三なんかな、面白いね。え、5歳かな、え、でも3歳とかな気がする、まだベビーカー乗ってそうなぐらいやもん。え、でももうその写真ね、多分ねどっかに直してある、こうやってみたいな。え、ちょっと待って、あのね、あるとしたらね、あの階段のとこに、ちょっと階段のとこにあるかないかだけ見てくる、ちょっとメールあったらメールで送るわ、見てみよう。いや、あるわ、いや、あるわ、あ、びっくりした、あるわ、あるわ、びっくりした、びっくりした、びっくりした。その写真見たらさ、誰か人がおるって思ったらさ、あれだった、アクリルスタンドだ、ありましたわ、あっとった、あっとった。
あのひまわり、ひまわりに、ひまわりがいっぱいあるところに横に書いて座ってって笑っとる私めっちゃ懐かしい。持ってきたやつ、いやめっちゃでかいのよ。でかいけど持ってこれん。ちょっとメールで送りますわ。送るとしたらメールで送る。ちょっと載せたくないかも。ちょっと載せたくない想像で、みんな想像で、ちょっと誰にも見せれないのでみんな想像だけにしておいてください。そう、結構面白シチュエーション、シチュエーションでいっぱい、なんか渡辺家は写真をね撮ってるんですよって思ったら、なんかめっちゃでっかいの、その写真が。もうこの配信じゃ入りきらんぐらいでっかいんよって思ったら、その横にもうそれよりもっとでっかいボーンって兄がなんかすんごいバイクの、どでかいバイクの前でニーみたいにニーってしとる写真が真横にドーンって飾ってあった。やばいねこれ。なんかもう日常にさ馴染んどりすぎてさ、もうちょっとさ、その写真が存在しとることをさ、もう慣れすぎとったけど、これ一瞬ちゃんとこう存在を分かった上で見てみたら、なんか結構おもろいわ。そうそう、やけん私の家族になったら見れますよ私の家族になったら見れる。なっちゃんアクリルスタンド、やな、アクリルスタンドが一番大きいよそれ。いやマジでアクリルスタンドのね存在感がね、マジで本当に人間みたいなんよ。あの私持って帰ってきて2回はびっくりした、人がおると思って、うわーって。そう、でもめっちゃ可愛い、あのアクスタ、そう等身大アクスタ、巷で噂の2回は驚いた、ふわーってどうやって持って帰るのって、持って帰りましたよ。車に乗っけました。面白い。そう、誰かおるって思ったら、誰かこっち見よると思ったら自分、窓際に置いたら防犯になる、絶対になる。花ちゃんも家に持って帰った瞬間、そのアクスタの顔を見て、うわっ、ワンって言いよったでも意外と私のお父さんそういうのにびっくりするタイプなんやけど、なんかお父さんはまだ一回も、そう、人がおると思って驚いてないけん、ちょっと悔しいんよ。悔しいドッペルゲンガーン、ドッペルゲンガーン、等身大パネルで、等身大パネルを電車乗って持って帰ってる人がいた、すごっ。ライトアップはね、あでもライトアップしたら良さそうやな。リアル大阪来場特典でどれか一番写真見せてください。無理です。挨拶してたりって受ける、おはようって、おはようございます。後ろに隠れて話しかけたら驚くのでは、確かに。いきなり喋り出したら面白いな。見えてるよ、見えてるよ。おじいファンクラブできたらその写真複製して売ったら面白そう。いやでもね、なんかね、生誕ティーに、去年の生誕ティーに、あのの裏に私の幼少期の写真が、そうちょっと登場してたんですけど、そんな感じで、あのちょっと幼少期の私を
っとなんかいろいろ面白くおしゃれに加工してちょっと T シャツにするってのも面白いなみたいなって思ってる。ちょっと来年のね、またね、来年の考えておりますよ、構想を練っておりますよ。どんな感じの生誕ティーにしようか。早くない早くないって言うね。STU48 号懐かしいね。こんばんは。あれ、ナポリンさんこんばんは。みんな寝てしまったわ。みんな起きてる？みんな起きてるかい？はい起きてた。2月のメンバーの生誕ティーみんな白地やね確か。おえー、あれ私白地の生誕ティー出しとるか。白黒カーキってきとるんか。うわー次何色にしよう。ピンクとかにしようかなピンクとかにしようかな。しかもあの薄いピンクとかみんな着れるみんながさ、なっちゃんと美しいお供えに見とれとりましたあ、寝とる寝とる、あー寝てまーす、寝てまーす、はい寝なさい、寝てな、寝てまーすって言ってる人。え、中指やけどして悶絶してたって、やばい。え、私も昨日さ人差し指やけどしそうになったんよ。なんかはなちゃんのさ、はなちゃんのさリードでさシュッってやけどしそうになってギリセーフじゃったんだけど。あー寝てますね皆さん。うえ、喉がガサガサになって明日から久しぶりの出勤なのにピンチ。それはあれかい、生誕祭で声を出しすぎた。え、なんかね最近めっちゃ美味しい喉飴を見つけたんよ。梅味の喉飴梅味の喉飴がめっちゃ美味しかってん。食べてみいやでもマヌカハニーの喉飴、コンビニに売っとるマヌカハニーのあの喉飴が一番なんか喉に優しい気がするけんね。ハチミツの飴ちゃん舐めとき、本当に喉は大事に。こんばんは、おかえり。生誕ティー緑なんてなっちゃん1000倍特権取ったんて、え？え？え、マヌカハニーほんといいよね、わかる。今日そう大人っちゃんだぜ、明日探してみます、早く良くなりますように。いやなんか梅味ってたくさんあるやん。なんかね、何やったっけな、ジンタン、梅なんとかジンタンみたいなところからが出とる、なんかいかにもなんか喉に効きそうななんかチャック付きのなんか梅の喉飴松清に売ってたかな、松清に売ってました。なんかね甘すぎずちゃんとちょっと酸っぱめの梅って感じ。
めえさん、はじめまして。なんて読むんだろう。え、マヌカハニーってさ、え、なんか蜂蜜の種類の名前っていうのしか知らんけど、なんなん、普通の蜂蜜と何か違うんかはちょっとあんまりよくは分かってない。12時間労働はお疲れ。なっちゃん帰りにセブンのエトノキティ、え、何それ、絶対可愛いじゃん。なんかさ、最近さ、コンビニってさ、ぬいぐるみ売ってるよね。この前ローソンでさ、スヌーピー、なんかタツをかぶったスヌーピーがおってさ、めっちゃ可愛くて買おうか悩んだけど、ちょっとその時荷物多かったので買わなかったんだよね。なんかぬいぐるみ売っとうやん。なんか最後最近のコンビニってなんかゲットできんもんないよね。なんか全部あるよね、揃ってる。靴下とかもあるし。それは前からあるか。生誕委員の、そう、生誕委員さんが着てる T シャツめちゃめちゃ気になるんですけど私の元にも届くのかな、楽しみにしているのですが。タツキティ、異変虫って何？なっちゃんの着てる服かわいい。どこの、え、これわかんない、これわかんない。なんかね、なんかお母さんがね買ったけどね、なんか金券さ着るみたいな。そう、お母さんが着ようと思ってたけど着なかった服をもらったんですよ。どこのかはわからん。お、後ろにも書いてない。わからん。かわいいよねこれ。マヌカハニーはマヌカの花から取れる蜂蜜。あ、そういうことか。そのマヌカの花が強いんかね。マヌカハニーってめっちゃさ高級じゃない？けん、あんま取れんやつなんかな。こんばんは。発火？発火、発火キャンディー？発覚？なっちゃん来月の24日の広島、広島リアル一応休み希望出しちゃう。ということは会えるってことですね。そうなん、マヌカハニーってニュージーランドでしか取れんやつなん。なんか私さ、マヌカハニーをさ、この前実家でマヌカハニーの本物のなんていう、飴じゃなくてマヌカハニーがあったけんさ、ヨーグルトにかけて食べたんよ。その時の味が忘れられんくて。マヌカハニーってさ、普通にスーパーとかで売ってるのかな。なっちゃんこんばんは、今日もお疲れ様です。やっほー。エヘン虫はハエメ科科の虫で、主に喉に寄生する虫です。いやちょっと信じたわ。全部嘘、何回、全部嘘です。こんばんは。最近目のためにブルーベリーとかのサプリ食べてます。なんかさ、私がちっちゃい頃めっちゃ流行ったんよね、そのなんかブルーベリーのサプリ。ブルーベリー、ブルーベリーアイだっけ、ブルーベリーアイアイ、ブルーベリーアイ。高級スーパーに行かんとないんか、マヌカハニー調べてみよう。ブルーベリーアイアイ、ブルーベリーアイ。なんか流行っちゃった時にさ、なんかさ、ブルーベリーのさカプセルってさ、なんか透明のやつにさ、なんかギュってさ、なんかブルーベリーエキスがさ
詰め込まれとるじゃんか。私さあれをさ一回ね口の中でブチって噛んでみたんよブチって噛んでみたらさなんかさ噛んでみたくなるやん。そう噛んでみたくなるやん。で噛んでみたことあるんよ。そしたらさめっちゃ勢いよくさ口の中でさそのカプセルが破裂してさバーってさブルーベリーのさ中のカプセルのさ液体がさわーってなってさめっちゃ覚えとる。実家のあの流し、実家の流しが紫に染まったのでめっちゃうわーってなってうわーってなってさタオルで拭いたらさその真っ白のタオルがさ紫にさ染まってね。そう手で洗ってもね洗濯しても取れんかったんよ。やばくない？恐るべし。ブルーベリー色素でもね味はねなんか何とも言えん味やったわ。なんかブルーベリーの美味しい味がするんかなって思っとったけどなんか凝縮されちゃうけんなんかすごい強烈な味でした。そうなんか毒切り吐いたみたいになったよ。シャーみたいなしかも紫ちょっとね好奇心でやってしまったら大変なことになったっけん。みんなくれぐれもやらないように。マヌカハニーデパートとかにあるんか探してみよう。ちょっとマヌカハニー食べたらめっちゃ健康になれそうやもん。若さ生活かブルーベリーアイのあのなんかマスコットキーホルダーみたいなやつみんな持っとったよね学生時代。公演前ブルーベリーサプリ飲んでるって。えでもなんかさ聞く気がせん。私もさなんかライブとか行くときにさライブとか行くときとかライブ前とか私も逆にライブ前とかに飲んだりするんよ。しかもなんかそのブルーベリーのサプリってなんかこう効き目2倍みたいななんかちょっと強力なやつがあるんよそうそのやつ飲んでるよライブ前とかに。私も公演前にみんなのことをくっきり見るために。やりませんって誰もやらんか。オーガニックを使ってるお店ね調べてみます。そう視力アップするらしい。長沢ガーデンに寄せ鍋定食ってありました。うわ長沢ガーデン行きたしあのうどん食べたしポテトも食べたし。わーいいね。うわメロンのシェイク飲みたし。プラシーボ効果ってなんかめっちゃ聞いたことあるけどなんがなんやらわからんわ。プラシーボな体にいいやつよね。ライブ前はブルーベリーとルテイン飲んでる。めっちゃ目良くなるやつやねどっちも。オルニチンとか。オルニチンはしじみに含まれちゃうやつか。なっちゃん目のマッサージしたら大きくなるよ目のマッサージ、なんか目の周りの筋肉ってね鍛えとかないと。目の筋肉を鍛えたらめっちゃ目がね大きく見えるって言うよね。こうやって目をこうやってぐるぐるさせるのもいいらしい。なっちゃんみたいに目が大きくなりたい。え加藤アナがなっちゃんの聖地巡礼してた。え何何何何それ、いつの話。
胃薬が常備薬の人。胃薬ね。京太郎さんありがとう。顔に対して目の割合が多いのよ。でも私さ、今回のさ、あのアクリルスタンドのさ、あのイラストがマジで欲しいんじゃけど。あのイラストってさ、イラストレーターさんに描いてもらったよね。あれの原画欲しすぎるんじゃけど、めっちゃ待ち受けにしたい。でもそういうのってあれなんか簡単にもらえたりはせんのか。あ、でもあれか、横断幕の、横断幕にさ映ってるさ女の子もあのイラストだよね。あの写真じゃん。あの写真を綺麗に写真撮ればいいんか。ね、横断幕の写真を撮ろう。それだ、それじゃわ。著作権があるのだと思います。あー、そういうことか。聖地巡礼、ロンギヌスね。ロンギヌス、すごい。ロンギヌスの、すごい。山口来てたんですね。よく目にゴミ入る。いや、めっちゃ入る。なんか今もめっちゃなんかゴロゴロしてるんですよ目。でも私本当に一回自転車で帰ってたら、あの目の中になんか虫入ってきて、こうやって目でまばたきした瞬間に目が入ってきて、目に入ってきて、虫が、目で虫捕まえたことある。パンダって目元の黒を白くしたら、なんかそれ見たことある。パンダの目の周りの黒を取ったら、なんかめっちゃパンダってさ、なんかその目の黒のおかげでめっちゃ目大きいように見えるけどさ、実はめっちゃごまないよ目。めっちゃ面白かった、かわいいと思って。私逆にその、でもさすがにカナブンとかじゃないよ。あのなんかちっちゃい虫。なっちゃんなら目に入れても痛くない。じゃあ私を目に入れてみてください。お邪魔します。鋭い、目が鋭いやろ私。全然痛くない。あ、痛いって。その痛みに耐えるんじゃ、耐えるんじゃ。じゃあ今日の配信は11時までにします。皆さん今日も見に来てくださってありがとうございます。ありがとうございます。このなっちゃんが目に入らぬか。明日は朝配信しようかな。明日は朝配信します。7時から配信するね。明日7時から配信するね。いや、ちょっと怖いので7時半からにします。明日は7時半から配信するので、よかったら朝見に来てください。待ってます。では壇上を読みたいと思います。13位焼きそばさん、ありがとうございます。12位けっくん、ありがとう。11位りちゃさん、ありがとう。10位タイムファイヤーさん、ありがとう。9位無色パンマンさん、ありがとう。
8位電車さんありがとう。7位ハイキーさんありがとう。6位山勝さんありがとう。5位山の山さんありがとう。4位ちとくさんありがとう。3位ジョージさんありがとう。2位電化会さんありがとう。そして第1位けんけんさんありがとうございます。皆様今日も配信見に来てくれてありがとうございます。明日は7時半から朝配信します。それではそれでは今日も見に来てくれてありがとう。明日も素敵な一日にしましょう。こんばんはこんばんは。それでは配信最後のあっち向いてホイをしたいと思います。ではいきますよ。もう上って言ってる人がいる。あっち向いてホイ上です。大正解みんな。あ、成人式の写真ありがとうございました。また来年の成人の日にも私の写真を思い出してください。ではありがとうございます。今日も一日ありがとう。お休みの挨拶をしましょう。私がおやって言ったら皆さんすみーとコメントで返してください。今日も一日ありがとう。おやー、おやー。